1週間ぶりのフライトです。草が随分と伸びました。通り道を作りながら登ります。今日の課題は旋回時のテールの動きです。ラダー操作の時のエルロンの上がりを20増やし、テールをわずかに下げるようにしました。エルロン操作の時チルトの動きを変更しました。そうだ、ニュートラル OK、 プロペラオッケー、テスト飛行行きます。ラダー切ります。ラダーで旋回します。エルドンバンクラダ、これまでよりテールがきれいに収まっているような感じがします。ラダ、これまでよりテール綺麗に見えます。旋回の切り返しも問題がないようです。パワーの変動も具合がいいです。もう、まあ、これぐらいでいいかな。無駄なバンクが減っています。全体のエルドンフラップの打角量も減っているように見えます。打角は減っています。打角が減ったことによって滑空比が少し上がっているかな。ちょっとグライドさせてみます。ラダー旋回です。
新しいミキシングの方が良さそうです。